ただいま戻りました。どうも、解説のマックスと申します。なかなか、ジャスティン・DM さん、えげつい、ランを見せてくださりました。はい、やばいですね。とんでもないスピードランでしたね。Final Fantasy 14 Online. Shadowbringers is the newest expansion for Final Fantasy 14 Online. Become the Warrior of Darkness to save a dying world from the forces of light. Release date is July 2nd. Pre-order for early access starting June 28th. New races, Viera and Hrothgar. And two new jobs, Dancer and Gunbreaker.一応、あれですね、メトロイドプライム2エコーズテクニックの、情報もあるんで、ほとんど変わんないんですけどね。基本壁抜けに関してのテクニックは基本変わんないんですけれど、そこにプラスアルファまたちょっと違ったテクニックがいくつか入ってるかな。Just want to say that these techniques and transitions are 100 times smoother than I could even imagine when I was. 言うてでも変わんないな。あんま変わんないな。ちょっと今見てますけど。はい。あ、あ、ミカシさんどうもよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。ここからは、モデレーター変わりましてミカシギが担当します、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、ちょっと挨拶もそこそこに、先ほど話題に上がってたメトロイドプライム2のテクニック集の URL いただいてますので、こちらちょっと貼らせていただきます。すいません、ありがとうございます。あ、いえ、とんでもないです。本当にありがご用意していただいてありがとうございます。言うてでもそこまで変わらないっちゃ変わらないですね。一応そこまで変わらない。ワンにプラスアルファ2特有の、そうですね、特にロールジャンプなんかは結構見どころなテクニックにあってますね。あと、なんでスクリューアタックが手に入ったことによって、スクリューアタックがあるんですけど、はい、スクリューアタックによって壁抜けの精度がさらに上がってしまって、壁抜け放題みたいな感じになってしまった。なるほど。ワンよりもだいぶ、あ、ちょっと。そうですね、いつも通りやることは真剣ブレイク、それは。確かに。すーぐブレイクするから。スクリュー、本当に壊れ武器で、まあもともとね、設定上の最強の、攻撃の一つになってるんですけれど、プライム2では、壁抜けに使えるし、壁抜けからの位置調整に使えるし、移動に使えるし、ラスボス倒すのにも使うし、みたいな感じでもう、ぶっ壊れですね、本当に。万能じゃないですか、万能です、本当に。The comment is just 1, 2, 3, 5, 7, 11, and 13. チャットの方で使いにくかったけれどっていうふうにおっしゃってる方がいるんですけど、通常プレイではそんなに使わないものなんですか？はい、ですね、まあ、ちょっとこれ 2D メトロイドの話をちょっと含めましょうか。2D メトロイドのスクリューアタックっていうのは、元の 2D メトロイドのサムス・アランっていうのは通常ジャンプが基本回転ジャンプなことが多くて、その通常回転ジャンプにダメージ能力の乗せる形でスクリューアタックって獲得するので、すごい使いやすいんですね、2D メトロイドの。でも、メトロイドプライムに関してなんですけれど、回転ジャンプっていうものがないんですよね。ああ、なるほど。回転ジャンプがない、あ、プリン飛んでた。回転ジャンプがないので、そこから回転ジャンプに入る。かつ、前にしか動く動作がない。結局。そう。だからそれでちょっと使いにくいっていうのはあるかもしれないですね。なるほど。3D 特有のっていう感じなんですね。そうですね。まあ、それの中で、まあ、うまいこと多分落としたんじゃないかなと思うんですけどね、やっぱりね。なるほど。そうですね。確かに、プライムだったら、移動が基本的な使
使い方になるみたいな。攻撃に使う人はなかなかいないですね。一応ちゃんと攻撃ハンターなんですか、あ、ですが、まあちょっと今回みたいな RTA だともう結構バンバン使われているっていう。そうですね、めちゃくちゃ活躍しますね。であとプライム2のあのスクールアタックの獲得タイミングっていうのはめちゃくちゃ後半なんですよね。なんか余計にあの使う機会っていうものが少なくて、余計みんなは結構それでスクールアタック言ってたのにめっちゃ終盤でゲットしたやんみたいな感じでかなりフラストレーション溜まってたみたいな。なるほど。だからあのプライム3ではかなり、序盤で手に入る武器っていうかそのアイテムとして使えるんですね。プライム3はそれは大丈夫なんでしょうか、序盤にそんなぶっ壊れのやつが手に入ってしまって。ああ壁抜け使われてますね確か。いやどうやったっけな、プライム3に関したらあのもっと別の壁抜けのことがあって。ああ、そうなんですね。あの、はい、そうです、活躍してましたね。そうですね、ホレイトの終盤だったんで本当にあのなんていうんですかね、そのホレイトのそのボス戦の前に手に入るぐらいの勢いだったんで、かなり使い心、使う時にはもう、まあ一応文字通り終盤装備になってるんだけど、でもスクリューアタックの使いづらさで、スクリューアタックの攻撃的な使い方ができないか余計にフラストレーション溜まる方。ああ、なるほど。かっこよさで言ったらめっちゃかっこいいですけどね。確かに。ライトスーツかっこいいですよね。あの、いろいろね、あの、僕自身、メトロイドが好きなんで、あの、メトロイドパワースーツテクノロジーって動画作ろうかな。それのね、ちょっと、あの、こともね、ちょっと、このダークエコースということで、型に入れたいなと思ってます。なかなかね、あの、全部、ちょっと今ちょっと全部、あの、カセットとかなくて手元に、だそれ撮影ができない作品があるからちょっと今できないみたいな感じで。大丈夫ですか ?RTA チュートリアル、まず壁を抜けてくださいとか言ったら、あの、大変なことになりますよ。あの、プライム2なんか特に大変なことになりますよ。大丈夫ですか、みんな途中で、その、最初で心折れてやめちゃいますよ、本当に。そうです、最高にクールです、そこね。メトロイドは本当にいいゲームなんで、皆さんも遊びましょう、本当に。メトロイドプライム2の、はい、ストーリー背景としては1の続き、もう完全に続きで、完全に続きですね、はい、はい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 。でなんか何年後とかっていうのは、確かそこ年後っていうわけではないですね、ほんと数ヶ月後とかみたいな。あ、そうなんですね。ではまあストーリーの、まあそうですね、あのこの今のあれ語ってしまいましょうか。あのストーリー背景としては、あのサムスがプライム1ターロン4の活躍の後に、まあ特に大きな変化もなく平和に過ごしてたんですけれど、初めて今作で初めて出てくる、銀河連邦の部隊が、惑星エーテルに不時着し、エーテル付近での戦闘を最後に行方不明になりまして、で、どうもおかし、ちょっと様子がおかしいから、これ以上部隊送るのは危険な感じがするから、サムスを送ってみようっていう感じで、サムスが惑星エーテルに赴くっていう形になってますね。で、赴いたら、なんと、またフェイゾンが絡んだお話だったっていう。なるほど。今回ちょっと違うのが、スペースパイレーツとかその、フェイゾンとかそういうの全く、気にしていなかったんだけど、呼ばれたらたまたまお呼ばれして助けに行ったら、もうそこは完全にフェイゾンとの戦いだったみたいな。で、
舞台自体はねもう全滅してしまうんですけれど、結局なんでサムスがそこで助けたかっていうと、まあ、サムスのね過去の、ことからサムスはここ本来バウンティーハンターなんで、無償で基本活動することはないんですけれど、無償で、ルミナス助けをした。とても温かいお話でもありますね。なるほど、温かいですね。なんかさらっと全滅とか言ってましたけど、でもルミナス自体は本当に滅ぶことがなかったんで、さっきコメントだったんですけど、プライム2はラストでサムスが後ろ振り向かずに手だけ上げるシーケンスがあるんですけど、すごいめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうそれはもう完全にさっき僕が説明した通り、助けたかった助けたみたいな感じのサムスの一面が見れてとてもいい作品になってますね。ちょっとかっこいいですね。ぜひそれムービーとかと見れそうなんですかね。基本的に多分基本的に全部スケーブされると思いますっていうか今コメントで全てを台無しにする一言がありました。急ぎの救護なので壁から失礼します。これは全てを台無しにする人が でもあれメトロイドプライム2はめちゃくちゃ難易度が高いので、初見の方に勧めるって なってるのはちょっとねちょっと進めにくい作品ではあるんですけれども、このクリアした先にはすごいやりきったっていうか、そのやりがいというものがあるので、ぜひぜひ遊んでない方は遊んでみてほしい作品の一つでありますね。通るでしょ。あれですね、メトロイドの SGDQイラストいいですね。We have a $20 donation from Sirio X that says, "What do you call the final boss of the first game when it's domesticated?" Metroid Prime. Metroid Prime 2のぶっ壊れぐらい具合を説明できるのはすんと楽しい。これを申し込んだ時から。次のゲームが始まる時間っていうのはちょっと準備時間が結構まちまちなのでわからないんですけども、だいたい前のゲームからも10分前後ぐらいで見てもらった方がいいかなっていう感じですね。ちょっと場合によってはもっとかかる場合もあるので、まあ、様子見つつという感じになります。しばしお待ちいただければと思います。お願いします。お、始まるかな。あ、来ましたね。Unfortunately, Jigglypuff will not be the one performing the run today. All right, so I'm pretty much ready to start. So 3, 2, 1, go!お、写真撮ってますね。楽しそうですね。現場。めっちゃ楽しそうですね。めっちゃ楽しそうやねんけど。I did not do a very good job. So for those of you coming from, はい。これは、ここは、先が扉、謎の扉で塞がれているので、ここは穴に落ちます。で、ここはスキャンして、セキュリティブロックがあるんで、それを、パワーブームで破壊して、してないので、もう一回戻って、破壊していきます。で、ここスキャンして、前の扉を開けます。で、ここから、ゲットジャンプとか、そんなを使用して、フローティングジャンプで、フローティングジャンプとゲットジャンプを組み合わせて、
組み合わせて髪抜けます。はい、こんな感じ髪抜けます。で、このまま、エーテルジャンプを使用して、さっき穴から落ちてきた、あの見えますかね、煙突みたいになってると、あそこの反転に振りに行きます。なんかマップ表示画面みたいになってます。そうそうそう。で、ここにタッチすることによって、前のマップが読み込まれます。で、こんな感じにルミナス製のドアが配置されているので、こう通れないんですけれど、髪抜き能力を得たサムスには、基本関係あります。で、ここエーテルジャンプでちょっとちゃんとちょっと上登るっていうのが、エーテルジャンプで次の部屋に行きます。で、これすることによって、あのダークサムスの、イベントスキップすることができます。で、ここは、またエーテルジャンプ、あの手元見ていただけたら分かるん、クラリスさん手元見てて分かるんです、めっちゃジャンプし微動だにしてないように見えるのに。そうなんですよね。で、これは、一回ここにちゃんと入らないといけません。あとで、また同じようなエリア、次のエリアでまた壁抜きするんですけど、なんでそれしなくちゃいけないかっていうと、あのフリーズします。試しました、僕は。実際に検証しました。フリーズしました。はい。だから、ここから入って、ここでまた壁抜けする必要があると。で、ここで、フローティング、ゲットジャンプ使って距離を稼いで、で、また秘密のシークレットワールドに行きます。で、目の前に見えてるブルーゲートの、次の部屋に実はパワーボムが置いてあるんですよね。はい、このまま読み込んで、そのままそこにジャンプして向かって、モーフボールになって獲得です。あ、ジャンプですね。はい、これ獲得。で、これはなぜかこっちからだと、なぜかフリーズせずに、行くことができるっていう不思議なことが。で、ここは、ボム、モーフボールからボムジャンプで、マップを読み込ませます。で、このまま、本当はルミナス製のドアがあって防がれているところで、あれです。反対から入ります。これ、メトロイドプライム1でも見たテクニックですね。裏側のドアから入って、ドアに触れることで、読み込ませる。成功ですね。で、あと、今、モーフボール解除した瞬間にビーム打ったんですけど、どうやらモーフボール解除した瞬間に A ボタン、同フレーム、ほぼ同フレームを押すことによって、解除した瞬間にビームをピュンって打つみたいです。結構これ、このハンシリは使われますね。で、ぶっちゃけ最序盤、まずダークサムスに、能力奪われてないので、基本的な、パワーボムと、グラップリングビームを除く基本的な能力っていうのは、使える状態になっています。で、スパイダーボールはちょっと特殊な例なんかな？確か。確か。あ、で、ここなんですけど、サンドアームを使って壁抜けします。これ、お助けキャラです、いわゆる。今はちょっと。What? 何が起きた今。これ、グリッチにしてくれたんかな、これ。裏返っちゃった、これ。裏返っちゃった。これ、見せてくれたんですかね、裏返っ先に今、ここの、ミサイルを先に、ここのミサイル取るの、エネルギータンクとんな買わなかった。
これ取って、またさっきの部屋戻ります。もう説明が追いつかない。で、まず、1個か頭破壊します。で、モーフボールになって、弾吐かせて、で、それでうまいこと調整して、捕まると、あら、不思議。で、ここも、エーテルジャンプを使って、で、このエーテルジャンプっていう技なんですけど、基本、こう、ドア付近が、だいたい、秘密の世界の境界線であることで、境界線付近だとこういう風にジャンプで稼ぐことができるみたいなんですよね。で、それで、さっきもペントリプライマーもそうだったんですけど、基本ドア付近でのエーテルジャンプが多いです。本来だったら、スペースジャンプと、スキャンとかいろいろ必要な場所ではあるんですけれど、スペースジャンプを持ってるし、スキャンも壁の外にいるので必要がないので、こんな感じ、エーテルジャンプで上乗っていって、いきます。あ、ここで、スペースパイレーツを殺すのは、プレイヤーの気まぐれです。気まぐれで、かわいそうに。で、ここでまたエーテルジャンプで勝つ。で、今の目標は、ダークビームっていう、そのダークエーテルのポータルを開くとかに必要な必須アイテムを取りに行く感じですね。で、本来だったらかなり、工程踏まないと、ダークビームは取れないんですけど、こういう感じにエーテルジャンプを駆使することによって、飛ばせるものがめちゃくちゃ多いので、ガンガンイベントを飛ばしていきます。で、このまま、ダークサムスのいる部屋までちょっと。で、さっき説明 しようとしたことなんですけど、スパイダーボールがちょっと特殊で、確かですよ、確かスパイダーボールだけ特殊で、ここでダークサムスをキルすることがトリガーになってるみたいで、今、確かにスパイダーボールの能力が残ってるんだけれども、くっつくことはできない。これちょっと検証はしてないのでちょっとわかんないんです。検証できないです、このテクニックで。ダークサムス、これで直接、ダークサムスのフラグ触れます。で、ここパワーボムでダークサムスをキルすることによって、一撃落ちします。あ、ほんで一撃です。ダークサムズさん。で、ちなみにここのダークサムズパワーボムに対して耐性ゼロなんで、死にます。で、2戦目のダークサムズ戦の時にはサムズはパワーボムをすでに持ってるんですけど、めちゃくちゃ耐性があってダメージ通らないですね。動きも速いってもあって。で、文字通り本当に異次元から出てきた敵。いろんな、もうダークエーテルとかも、もうわからないですね、これ。一応、能力的には、ダークサイド。で、要は、こう、なんていうかね、なんて説明したらいいんですかね。ライトビームはすごい簡単なんですよ。要は、僕らが、場所のエネルギー。で、ここでパワーボムを使用することによって、後で、パワーボムを、ロスを省きます。ここも、フローティングジャンプで、イングポットを、足場にして上に登ります。ここも、いろいろあれが必要だったね。ここで、セブルームで補給します。
32. The fun fact is this save station is like save station 3. And there is no save station 2. で、次ライトビームを取りに行くんですけど。本当そこ。お、なんか横スクロールに。あの、モンハンの、ああいう通路の、これで、あとスキャンのオブジェクトを3つスキャンして、ドアを通れるようにします。で、あの、これ、ここのスキャンに関してなんですけど、ほぼ同じ座標に行かない、スキャンできない。で、ああやってわざわざ上に登ってスキャンします。で、ここ、これスキャンダッシュってますね。あの、メトロイドプライムでスキャンダッシュなくなったんじゃないのって思われる方いらっしゃると思うけど、どうやらうまいことやれば、あの、プライムほどではないけれども、加速力は得ることができる。ここ、ゲット、ジャンプで、登ります。Items are very hard to collect. One of the hardest parts of the run, for sure. Excellent collision. Going too fast. Yeah. 結構マップロードもあるので。We have time for some donations right now, I think. Perfect. We have a $25 donation again from Kirby Master. Let's go, Kirby. Hear the words of Kirby Master. で、このまま、あの、ダークサムスと反対の部屋まで行って、で、戦った部屋の反対の部分まで、そこで、ライトワールドに戻り。Hey, Kirby, I hope your next, randomizer has a suit and Airy. Kirby, that was painful. Thank you, Kirby. あ、で、ちなみにあの、ダークスーツは、クビになりました。Yeah, so also we just, kind of went through the same set of rooms again just to get to the light portal. It's just the most convenient one that's there. あの 100% の、ランでもなんか首手に入れるのが最序盤じゃなくて最終盤みたいな。でこのまま進んでいきます。でなんでこっち行くかっていうと、あのこのままホレイトに向かいます。パワーボムが持ってるんで、パワーボムが必要なドアこのまま向かいます。で、このまま、ホレイトの、あれを返しに行きます。エネルギーを戻しに行きます。で、ここで、パワーブームを出します。絶対確定ですね、ここ出るのは1個。ここの通路を壊すね、パワーボムも必要なんで絶対に確定で。I have a $225 donation from Sandalphon that says、あの装備自体はもうあのほぼ最終盤の装備に近いんで、あのここら辺の探索が全然問題できます。はい。で、ここでまたちょっと、トリックが出てきます。これちょっと説明にないんですけれど、ドアの付近のところで、うまいこと、モーフボールになると、壁抜けします。はい。で、このまま、通路進んでいって、通路、ここ通路 B なんですけれど、こう、C の部屋に、ブーストボールで開く、オブジェクトがあるので、それを開きます、裏側から。で、ルームロボされて、これでやることによって、裏から入ることによってできます。で、一旦セーブすると思いますね、これ。Very important safety save coming up. Very important safety save. Safe station, the riskiest part of the run. 正直かなり置いてかれてる感じなんですけど、ホレイトっていうのは通常プレイで言うと
どのあたりになるんですか？もう結構最後の方、もう終盤ですね。なんでですか？中盤から終盤のもう、架け橋ぐらいの。はぁ。15分しかまだ乗ってないように。ロールジャンプ結構テクニカルめ。ロールジャンプすることによって、ここの、難しいですね。これで向こうの当たり、なんですかね、落下判定に触れることによって、ワープすることができます。反対側にいます、今。で本当だったら、これスクリューアタックとか、グラップリングビームがないと無理なんですけど、これ無理やり渡ることによって、スクリューアタックをゲットしに行くことができます。これみんな やりましたよね、プライム2で。僕もやりました、これは。で、ここで、スキャンダッシュをすることによって、普通の、サイドステップは絶対届かないです。スキャンダッシュ、とかですね。で、なんでここでセーブしなくちゃいけないかっていうと、あれ、要はあれです。視点、始発が、なんて言うんだっけ、電車の、最後の、終電。そう、始発が終電になるんで、これでやらないと、やり直さないといけない。To go into a little more detail, that first trick with the roll jump skips needing to get Echo Visor and also skips the, in the process, the Dark Samus 2 fight. It's quite an out-of-way location too, so it's for routing, it's really convenient. Load times. Echoes. Yeah, this room especially took a while to work. もしかしたらなんですけど、日本語版ロムでもラン可能かもしれないです。このルートで。実は最初の、ダークサムスも、検証してるんで、抜けれます、あれ。あ、行きましたね。あ、行きましたね。こんな感じにオブジェクトに乗ってって、ここに移動します。で本来だったらこれは、ダークエーテルから行かなくちゃいけないですね。で、これさ落ちてますけど、あ、じゃあ落ちてから。これ一回当たることによって、うまいこと、いくことができるのかな、これは。これちょっとわかんないです。ここちょっと。ちゃんと説明載ってなくて。で、ここの仕掛けを解くことによって、スクリューアタックが手に入ります。これ、成功しましたね。ロールジャンプで、距離稼ぐことができました。痛い。おおこれはない、これは多分、向こうで踊ります。多分、敵の攻撃で超加速されて、一発で行きました。めっちゃ短縮ですね、これは。これは、これ、こんなこと、起こったことないって言ってますね。でこういうなんか変な飛び方できます。でこれは、直接、ボムスロットに入ることができます。本当はこれスパイダーレールを乗っ去ってってやらなくちゃいけないことなんですけど、あとここ開けとかないとあと詰みます。で、ここでエネルギータンクも取ります。
あの本来だったらさっきのスクリューアタック取る前のあの加速がなかったら、あれであのスキャンダッシュで当たり判定まで行く、なんですかね、その復帰判定のところに触れていって自分で、で行くんですよね。でもあれは一発で全部押し出してくれたんで、あれです、向こうもワールドレコードみたいな感じにあれですね、向こうのコメント欄もマッツみたいななってますね。One like segment where health management is actually important or just awareness, I guess. あれ、あれまさにタスさん技でしたよね、あれパッと見。でこのまま、ダークエーテルに向かうためにいろいろやります。でここゲットジャンプで登ることができます。登ることができます。はい、ブースター、ファイダーボールいらないです。あ、そうそう、こう抜けるんですよね。こんな感じで、なんで抜けることができるのかっていうと、スクリューアタックとしてる時のサムスって、ちょっと判定がちっちゃくなる、モーフボールぐらいの判定になるので、で、それで強制的に、元のサムスの大きさに戻ることによって、壁抜けが可能になるっていうか、ね。ね、これロードが長いのでここで待ちます。こんな感じです。でこれ抜けてから落ちることによって向こうの壁の向こうに行くこと。でここで回復入れておきます。でこうボムスペースジャンプ入れます。これトリプルボムスペースジャンプですね。で、また壁抜けします。本来だったらさっきスクリューアタック取りに行く際に、上に乗った敵が、超音波でロックしてるんですよね。扉を。それを、あとエコーバイザーを使うことによって視認して、壊すことによって、あそこの扉が開くっていう仕掛けなんですけど、壁抜けが使えるサムスの前には必要ありません。で、今からやることなんですけれども、クアドアクライシス、ここの、ホレイトのボス戦をスキップします。戦う必要がないので。アナイアレイターは、クビになりました。はい。最強のメトロイドプライム2ダークエコー、エコーズの最強ビームは、クビになってます。で、あとなんでここ最大、で、ここはまず最大高度に行くことによって、クアドアクライシスの、判定に触れることができずに奥むことができます。これスキップします。あ、ちなみにバリアスーツで戦うことも頑張ればできる。こんなにもちろん結構いろいろこんなに早くはいけないんですけど、安定していくことはできないんですけど、ちゃんと別の方法でダークスーツを飛ばすこともできるんで、ちゃんとバリアスーツ戦うことができるんですけど、意外と戦えます。回復アイテムもいっぱい出るんで、意外と戦えますね。この状態、アビリティでも。で、このままさっき見た通り、スクリューアタックでまた壁抜けして、ちょっとセーフゾーンで回復して、あと読み込みも。でさっきと一緒同じで、このまま進んでいきます。でこれ画面の外に出ているときに L でロックすることによって安定して歩くことができるようになるんですね。これずっとダメージを食らっているのは何の影響なんでしょうか？ここは、いわゆる、ダークエーテルというところで、さっき、いたところ、ダメだな。落ちましたね。もう一回やり直しです、途中から。ここのトリックはめちゃくちゃ難易度高いですね。はい。
しゃあないです、これは。で、あそこでもう一回の、いろいろゲシュタルト崩壊する、何ジャンプだっけ？あ、そう、エーテルジャンプを使用して、あとあの壁抜けを行って、ちょうどさっき、この光、ライトエーテルで開いた扉の、ボムジャンプで、まあ、ボムスロットで開いた扉のところと繋がってるんですよね。で、そこで、エーテルに、光、こっちのライトエーテルに戻って、エネルギーを返しに行くって、あれでしたね。で、ライトエーテル、ダークエーテルの違いなんですけど、ダークエーテルは、フェイゾンの正気によって、常に汚染されています。サムスとかが、そこのエリアに踏み入ると、あの、スーツに、パワードスーツにずっとダメージを受けるような、ことになってしまいますね。Who ran Metroid Fast to entertain us? It takes なるほど。ダークスーツをスキップした影響でもう完全に食らいながら進んでいってるんですね。ダークスーツになると、あの秒間ダメージ 1になるんで。1減るだけなんですね。そうですね。でも、なんですかね。そこで行動してる、セーフゾーン外で行動してると、まあ、ダメージ1だけ済むんで、そこまで大した大きなダメージにならない。これは秒間10ぐらいいくんじゃないかな？そんなに？そうです、その、結構そんぐらいのペースでいってますね。あ、結構確かに。で、今一連、なんでここを攻略してるかっていうと、要はもうラスボスに向けての動きなんで。We also have a $25 donation from Grand Abyss that says, I'm waiting. さあ、またここ抜けますね。あ、そうだね。ダークエーテル何ぞやの話してないですね。もともと、ライトエーテル一つだけだったんですけど、このライトエーテル自体がとてももう死にかけの惑星で、ここの惑星の住民、ルミナスが、そのエネルギーを惑星から抽出して、それを、適度に運用していくことによって、この惑星の寿命を伸ばすことに成功したんですけれど、それ、まだ良かったんですけど、ここにフェイゾンの隕石が落ちたことによって、そのエネルギーを抽出したことに、せいで、それがもう反対の座標、マイナス座標に、同じ世界ができてしまったんですよね。エネルギー抽出してしまったばっかりに。だから、ライトエーテルとダークエーテルっていうものが分かれて しまった。かつ、そのエネルギーもライト、ダークで半分しまったんですよね。で、ルミナスは、ダークエーテルのエネルギーをライトに戻したら、ダークエーテルそのものが消失するじゃないかっていうことに気づいて、戦いを挑みに行ったんですけど、逆に、ここの、ダークエイドの住人、イングって奴らに、エネルギーモジュール盗まれてしまって、もう、滅びは免れないっていう状況だったんですけど、そこに、サムスが現れた。っていうのも、物語の一つですね。で、あと、なんて言うんやろ。そんな感じでいいですかね。はい。なんか、なんとなくは分かりました。ありがとうございます。すいません。いえいえ。しっかり忘れてしまって。さあ、ここ、いきますかね。さっきほどリセットしてしまったところですかね。そうですね。で、行きましたね。で、このままライトエーテル戻ってエネルギー返しに行きます。
it lets you collect the planetary energy like really early. For whatever reason, even though like so in the Echoes plot, you're expected to sort of take back the planetary energy. 確かに終盤でストーリーの話を始めるのは確かに最悪ですね。すみません。で、実を言うと、ホレイト の, エネルギーを返すことによって、ゲーム内では、全部のエネルギー、そのトー、アーゴン、トーバス、ホレイト、この3つのエリアがあるんですけど、ホレイトだけ返すことによって、他の3つを返したことにできるんですよね。で、このゲーム最強のスーツがあって、そのダークエーテルでもダメージ受けずに行動がっていうスーツがあるんです。ライトスーツっていうスーツがあるんですけど、それを入手するトリガーがどうやらこのライ3つのエネルギーを集めることじゃなくて、ホレイトのエネルギーを渡すことによってゲットす入手可能っていうトリガーになってる。じゃあもうライトスーツをこれから取りに行く感じなんですかね。そうですそうですそうです。おお。っていうか、このゲームダークサムスを飛ばしてパワーボムをゲットした時点でもうやることっていうのがもうラスボスに向けてのセットアップだけっていうのがこれ。当時、ダークサムスをスキップする方法をクラリスさんが、この今スピードランの奏者さんのクラリスさんが、インフィニティスピードのグリッチを使ったものを挙げていて、昔はそれでできたんですけど、実はもっと簡単に抜ける壁抜、あそこ、皆さん見た通り、壁抜けれるやんみたいな感じで、それでみんなそれに移ってた。This is actually for another purpose, that, so there's a room right next to here, I don't... タンスの肩に小指ぶつけたらラスボス。We're gonna be abusing, ひどい。で、ここもなんかいくつかセットアップを行っているっぽいですよね。ここちょっとね、何をやってるかわかんないですね。一応壁裏から入ることによって、このボールキャノンが起動するんですけど、このボールキャノンが裏側の世界から入ることによって、なんか変なとこ飛ばしてくれるんですよ。今部屋抜けしてる途中ですね。抜けましたね。で、なぜかこれやると変なカメラ角度で変な飛び方するみたいな。The other big thing is anything that's vulnerable to cannonball that touches Samus will instantly die. これで戻ることができました。このまま、ルミナス大聖堂まで向かって、ライトスーツをもらいに行きます。Yeah, it's fun to talk about, but really, I mean, you'll see it just coming up later on. You can't hurt me. You can't hurt me.ん今ダメージ受けませんでした、ね、今。You can hurt me やからダメージ、君は傷つけることはできないよ、僕を、みたいな。なんでこと言ってたから、確かに、多分判定変なことになってるんですね、きっと。なるほど。あれかもしかしてスパイダーガーディアンスキップのためかな、あれスパイダーガーディアンスキップっていう言葉出てきたから
told you quads are really weak enemies. Yeah, they're weak to cannonballs, and so when you go near them with cannonballs, they just blow up. いやもうあのメトロイドプライム2はプライム1よりももうもう意味がわからないっていうのが。正直7割方分かってないですね。ずーっとなんか、おい、何が起こってるのか。ですよね、ですよね。あの、これを理解するの、まずなんて、メトロイドプライム2ダークエコーズを、あらかた全部、ストーリーラインをプレイ、で、理解、プレイして理解してるの前提みたいなところもあるんで、プレイしてるけど、正直、何やってるか分かんないっていうのも、初心感想。で、いろいろイベントがバグってるんで、ここに2つ あのスキャンオブジェクトが重なってるんで、2回スキャンしないといけないっていう。ああ、多分これすることによって、一応、ここのアーゴンの地のルミナス線のドア開くことができるんですけど、多分それを先にやったのかな？本来だったら、スピードラン、動画の方だったら先に、行ってるんですね。あ、ちなみにこれ、あれ、スクレーターが壊せます。先に、ルミナス線のライトスーツ、ルミナスのライトスーツで、ここにワープしてきてっていうことやってたんですけど。あ、で、ここでまた悪いことしますね。If there was a shield on the door, whether you need super missile seekers, power bomb, or 多分これスピードランの難易度だけで言ったらプライムワイルも下手し難しいかもしれないですね。で、ここで、モーフボールの隙間にスクリアタックねじ込みます。で、こんな感じです、抜けます。で、エーテルジャンプを使って、判定に触れて、あ、じゃあ、で、トーバスに向かうんですね、確か。トーバスでもちょっとなんで、今後ちょっと必要なセットアップを行ってから、ルミナス大聖堂戻ります。すいません、ガバガバな解説で。で、ここは、ボムスペースジャンプを使用して、また外の世界に行きます。メトロイドプライム1と比べてあれですね、カメラの調整、カメラがちょっと特殊みたいで、モーフボールに入る会場とかの。だからボムスペースジャンプとかのこういうテクニックがやりやすくなってるっていう。で、ここは読み打ちします。あ、発射した。読み打ちで当てて、あ、失敗しましたね。で、ここで、これを倒す、こいつらを倒すことによって、で、よって、座標が元の、ところに戻ります。抜け出します。なんでこれしなくちゃいけないかっていうと、シーカーミサイル持ってないんで、裏口入学したらそのまま、捕まっちゃうんですけど。Yeah.
まあどうするんかな、スパーツムに取っちゃうかな。これはあれですね、安定でいきましたね。本当だったらここはスーパーミサイル飛ばして、そのまま戻ります。あ、でもその戻ってしまうと途中にまた、なんてウォールクロールだから、要は秘密のシークレットワールドでの移動が必須になるみたいな感じになってしまうので、リスクが高くなっちゃうんですよね。結局安定を取りました。っていうか、コメント今見て、銀河連邦も壁抜けさえできたらなっていうのめっちゃ受けるね。Metroid Prime games are so great, and one of the best engineers I've worked with. Hope for a great run, Clarence. 銀河連邦の人って出てきました。あ、出てきてないです。風飛ばされてます。そのイベントは残念ながら飛ばされます。なるほど。We also have a $5 donation from Test159 that says if there are lizards in this game, can we call Metroid? あ、でも途中でこれ飛ぶんかな。You actually did it. Yeah, so あ、そのお前か。本当。あ、なるほどなるほど。ここでドアロックを外すためにさっきやったんです。動画のルートだとここのドアロックも解除できないので。さっきの、ワスプの巣を伝って裏の世界入る必要がある。あ、ちなみにスーパーミサイル撃った後に、スキャンバイザーを起動することで、撃った後のスーパーミサイル撃った後の硬直をキャンセルすることができます。でこのシーカーミサイルですね。Seekers are new to echoes where you're meant to target like five individual targets and then you can. もう今やってることっていうのはクリアにもうあとラスボスとかそういうラスボスにつながるドアを開けるために必要な、装備を取ってるっていう感じで結構認識でいいと思います。このパズルは毎回一緒とのことですね。1121。ん？ 1 1 1もう解説とも脳みそが追いついても分かる。まあこんな感じでシーカーミサイルを取って、本来だったら下のドアのシーカーミサイルをシーカードアを破壊していくんですけど、サムスは、壁抜きっていうかモーフボールが。じゃあスクリューアタックがモーフボール並みの大きさしかないので、そのまま入ってモーブになって抜けます。こっちの方が早いです。So Clarice is loading that next room. So that looks like an amber gate. But for some reason it. ね、ここボムスペースジャンプを使って、上の木の上に乗ります。ああ、落ちた。Yeah, we're going to, or she's going to get into that room by doing what all of us love to do, going out of bounds. Yeah, I'm not a big fan. It's cheating, like.でここからスクリューアタックすることによって、壁抜けします。でそのまま、壁ドアの反転に当たって中に入ります。でここも、ホレイトでやったように、ドアの隙間をモーボールで潜ることで、この世界入ります。で、エーテルジャンプからジャンプで上、
読み込んで、読み込めなかったですね。もう一回ですね。読み込みましたね。で、ここが一方通行になってるんですね。この状態だと。開いてないんですよ、ここが。だから、ここから入る必要があるんですけど、で、このまま、進むことによって、最初のイベントに捕まります。それで座標を戻して、そのままグッバイです。あ、そういえば、エネルギー転送モジュールは手に入れてない。それでもうサムスに、サムスは、あれできてますけど、エネルギー転送モジュールっていうアイテムがないと、設定上は、エネルギーの、転送とか不可能なんですけど、スピードランなんで、必要ないってことですね。はい。で、これ2回離さなくちゃいかないっていう。ここは2回離します。1回目で、最初のルミナスと出会ったフラグで、2回目で、ここ2台いますね。だから今、ちょっと一瞬見えたと思います。で、これライトスーツ手に入れました。で、ラスボスとの鍵を手に入れるためにダークバイザーが必要。今からダークバイザー取ります。あれですね。トーバスですね、多分。そうですね、トーバスですね。で、そのトーバスでボス倒してダークバイザーっていうものがないと、結局そのトーバスじゃあその暗黒の大空制動機を持っている、キーキーパーっていうエネミーを発見することができないので。Yeah, one of the immediate benefits of light suit is that collecting it unlocks the fast travel system that you're expected to only have access to at the very end of the game. So from any like major temple, be it the Great Temple, or Sanctuary, or Torvus, or Aegon Temple, players can now fast travel. 多分サムスの全スーツの中で一番スタイルがいいんじゃないかな。これ多分。で、多分ここでさっき、なんていうんですかね、メトロイドプライム2テクニックに出てくる、エアアンダーウォーターっていうテクニックが入ってくると思います。一番下のやつですね。そうですね。先ほどの URL の。これが成功すると水中でスクリューが使える。あ、成功しましたね。で、本当だったら、いろんな扉を通って、ここのまで来る必要があるんですけど、これすることによって全ての、イベント、なんですかね、ここのパズルを飛ばすことができます。Also, the series time is really good for listening to the great Super Metroid remix. This is my favorite song. It's really good. This is my favorite track in the entire game. Yeah. I'm glad Samus Returns kind of kept the same sort of. ね、グラビティブースは取ります。まず結局、ボスと戦うには、トーバスの制動機を3つ取る必要があるので、それを取る、1個取るのに、グラビティブーストが必要なので、これ取りに行きます。なあ、これこのまま、はい、できてますね。
あのさっきの、あ、これ初めて見た、これ。あのさっきのエアアンダーウォーターあるじゃないですか。はいはいはい。この判定がずっと残ってるまま。おー。だからこのまま、パワーボム。ガーディアンと戦います。こんな技あったんや、これ。Leave the room and take a different portal and then come back into this room. Also, yeah, so missing that is. ここはもうあの特に、他の普通の戦闘とは変わんないですね。こいつ自体にサムスの通常兵器は全く効果がないので、あの上の、なんていうんですかね、上の足場をのロックをがロックが4つあるんですけど、それをロックそのロックを4つ外します。でそれで物理的に、踏み潰すっていう戦いですね。終わりました。でここで2段ボームジャンプで、上に登ることができます。バグでも倒せないとか最強がめっちゃ面白いな確かに。でこれで、暗黒の聖堂を切ります。でこのまま、ライトエテル戻ります。そうですね、あ、そう、あの先ほどの、ギガブロック戦に関してなんですけど、普通は僕が見たあのスピードクラリさんの、スピードランだと、あそこで、ボムスペースジャンプを使ってそのままグラビティブースを使って上にシューって登っていって、さっきのライトエーテルからダークエーテルに行ってスパイダーボムガーディアンに直接パワーボムゲート開けてっていう感じでやってたんですけど、今回はこれ初めて僕見る。ちょっとすみません、解説できない、すみません。その説明で言われてた手順をすべてすっ飛ばしてそのまま殴って殺したっていう。そうですね、あの本来だったらあいつ水中なんでめちゃくちゃ強いんですよね。はい、強いし硬い、痛い硬いめんどくさいの3拍子と思った敵なんですけど、スクリューアタックの前にはやはり何もできなかったっていう。いや、あの他のランだったら僕あの完全あいつ無視されてましたね。クラリさんの他のランだったら。で、ブーストボムガーディアンの手前の部屋に、トーバスのキーがあるのでそこに向かいます。でもフローティングジャンプで飛びにショートカットします。でここは開けておきます。でこのまま行くことによってで、いろんな、ことをスキップできます。いろんなことを。いろんなことを。あの、反対側から入ってるんですよね、さっきのところ。本当だったら、あの、こう、閉まってる状態なんですけど、ライトエーテルで開けたことによって、ダークエーテルのここの扉も開いてるっていう。じゃあなんか出てきましたけど、アンナは無視でそのままあれ取ります。キーを取ります。
Sorry, team boost guardian. It's still a bamboozle for any percent. No. Bye boost. Do we have time for some more donations? Yeah. Yes. Perfect. We have a $10 donation from Lady McZ190 that says, My husband proposed to me while I was playing Metroid Prime 2. このままスーパーミサイルで、先にプラズムビームで開けたその扉の先に、火が置いてある部屋があるの、そこまで行きます。Anyway, here's some money for Deltarune. Hi! 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 I don't know. I would have said no there. That's just going too far.で、ここで最後の討伐機取ることによって、ただ、ボスと戦うことができるようになります。おー、ついに。おー、ついに。大丈夫、スクリューアタック、1割ってなって、活躍の。大丈夫です。で、これで、ボスと戦います。And Larva has a very choreographed set of a. 日本語版だとチャッカラバかな。チャッカラバですね。で、これスキャンする必要があって、お腹が弱点なんですが、そのスキャンが勝手にお腹に行くようにし、スキャンすることによって、ロックオンしたときにお腹に向くようになります。で、プライムワンで最初に戦ったあれと違うのが、最初の戦った。サイトクリーン違うのはスキャンする余裕があるのでスキャンした方がいいというですね。で、これでジャンプして当てることによって、ちょっと浮いた時にジャンプして当てることによってダメージを効率的に稼いでいきます。もしかしたらこのチャッカラバはもしかしたら、メトロイドプライムとダークエコスで唯一まともに叩くかもしれない。おー、確かに。唯一まともに、なるほど。そこの言葉に気づいてしまいましたか。まあ、後で、まあ、もうあれですね、チャッカラバは終わりですね。終わりですね。It's harder. Adult Chica, it's pretty difficult. So Claire's gonna lock on or target and oh wait, there we go. やりましたね。はい、終わりです。なんか特殊なグリッチがあって、着火は、飛ばすことができます。はい。はい。死にます。はい。今英語で説明されてますけど、もう正直もう。ダメージなんか与えることができるみたいですね、あれで。で、これに関してなんですけど、行って戻るだけで大丈夫です。これで取ったことになってます。なんでかっていうと、すでに。ホレイトのエネルギーを返しているんで、これでもう取ったっていう判定になるみたいです。あ、そう、なんでか、これしなくちゃいけないかっていうと、扉がロックされて抜けることができないんですよ。で、これすることによって、ロックが解除されるってことですね。あれで、あれをさっきの、神殿前のぐるぐる回るところでやらないと、トーバスから出る、ドアが、ロックがかかってしまって何もできなくなるっていうことですね。で、今からダークバイザー手に入れたので、キーキーパーを倒していきます。で、スカイテンプルキーは合計10個あるんですけれど、そのうち1個はすでに、ルミナスの、勇敢な戦士が、なんと、はめているっていう、胸熱展開。
So that's what a lot of the early game routing is used for. Like you're getting dark and light beam in order to get to. じゃあ今手に入れたのを合わせてあと8個集めなくちゃいけません。おお。いや先は長そうだな。This room, you're supposed to just grab the missile and then leave. Yeah, there's definitely a dead end. Yeah, there's no way out. I think. まあ先は長いと言ってももうあれですか。は？は？何あれ？あ、ちょい、あ、ちょいここ壁抜けできます。あんなことできんにゃここ。あの、あれですね、バグとして面白いけど、スピードランには一個も使えないバグ。Also, that super missile cooldown also works in Metroid Prime. 各エリアに2つで3つ、各エリアに2つあって、1つが、3つぐらいある感じがあるな、確か。2223で9個だから。No, like super missile doors. Oh, got it. Yeah, super missiles, missiles, power bombs, and seekers. That was nice and so much. で、ここで、ここの、裏側の世界に、鍵があるんですけれど、これちょっと一つ、一回あれしなくちゃいけないんですよね。仕掛けを解かなくちゃ、ここの、ロックが解除されないんですけど、こうやってうまいことやることによって壁抜けすることができます。スクリューアタックの、壁に当たった後のこう背面飛びみたいな感じで抜けることができます。かっこいいです、これは。ね、あのダークウォーターっていうのは実際の浮力がめちゃくちゃ強いので、ダークスーツバリアスーツの状態で入っても寒さの膝下ぐらいまでしか入ることができません。ちなみにこれは裏側からだったら簡単に抜けることができます。Perfect. We have a $150 donation from Willem6 that says, for my wonderful girlfriend Emily, who I lovingly assault with puns, if Samus stole the last Metroid from the Federation, she'd be wanted across the galaxy for a Metroid crime. That's like the fourth time I've heard Metroid crime before. Like, please get something else. We also have a $35 celebratory donation for all the hard tricks that Claris has made. Yeah, さっきここがトリプルボムジャンプで壁抜けしたところですね。やっぱシーカーミサイルがないと入れないエリアだったんですね。シーカーミサイルは今なんかいっぱいロックオンしてバンって打ったやつのことですね。なるほど。で、こうボムスペースジャンプを使用して、こんな感じで入ることができます。プライム1の時の説明したんですけど、どうやらメトロイドプライム
のボムっていうのは、あの爆発したときサムスが当たっていれば、そこその分、ジャンプ加速、ジャンプ力が上がるっていう仕様みたいで、タイミングよく合わせてすることができる、できたら、ジャンプ力を単純に上げることができる。で、ここで、ムービーのエリアに入ったんで、その、で、ワープしました。ここはスペースジャンプガーディアンのハンディに触れないように。teaches you how to work with safe zones, you know, how some are permanent and crystals and others are like sparkling energy and unfortunately there's a meme opportunity that Claris has denied. 音はすごい音鳴ってますけど、ダメージ受けないので全く問題ありません。あ、こう登れるんですね。フローティングジャンプだけで。このサウンド自体は、ダークスーツがないと防ぐことはできませんっていうかな。で、次、序盤で、覚えてるでしょうか、パワーボムで開けた場所があって、Coming up is the room that Dark Oasis that Claris previously visited. She laid a power bomb to. あらかじめ開けてることによって、あのパワーボムで、わざわざ開ける手間がありないので、はい、すぐ入ります。This is the one Sky Temple key that Claris needed to defeat the power bomb guardian. That in cash will never appear if Claris didn't get the power bomb upgrade, like the main power bombs.今あれかな、メインパワーボムがないとここのキーキーパーが現れないみたいなことかな、分からんけど。このまま、ホレイトに向かいます。なかなかあの今でこそちょっと安定してきてますけど、これなかなか長いですね。で、一応1個のスカイテンプルキーがめちゃくちゃ遠いところにあるんで結構大変です。Well, we have a $31 donation from Null169. Two is the only even prime number. Isn't that odd? Sounds pretty even. Technically, you're correct, but I'm still unhappy. We have a $5 donation from Bowerguard The Sauce that says, getting to watch this even while on deployment in Iraq brings me a much needed morale boost.Now bring up that Metroid Prime Echoes Run. Also, just a reminder that terminal falls do exist. I digress. That was actually pretty good. I'm not. Yeah, ここの通路限定で出てくるあのイングの一定がいますね、ここには。From Thunder, that says thanks for absolutely crushing my favorite 3D Metroid game. Your skills make me. で、あのここのエリアなんですけれど、あのライドスーツがあの必須なんですかね、あの。暗黒の大空青銅器を集めるのに必須なのが理由が3つありまして、1つ目がこの光のワープができるのがライトスーツのみっていうことと、1つがあのダークウォーターの中に入ることが他のスーツが不可能が1つで、あともう1つがイングレットっていう
敵がいるんですけれど、直接殺すことは不可能で、そのイングレットがいるエリアに行くと、とんでもないダメージ、継続ダメージ入るようになってしまうんですよね。それを、防ぐことができるのが唯一ライトスーツだけっていうことになっているんで、ライトスーツは必須になります。Long time watcher, first time donator. Keep up the awesome work that all of you do. あ、でもあれですね。今10分来たコメントありましたけど、多分2回ぐらいリセットしてるかちょっときついんじゃないかな。And we also have a $25 donation from Philly B that says thank you, Claris, for this incredibly entertaining run. Someone should really teach Samus to respect the planetary boundaries. Nah. What's the fun in that? There is no fun in that, which is why Samus doesn't follow the planetary boundaries. Did that? Why the elevator stop? Did that elevator just stop for a brief moment? Yeah, it did. It stopped because of the missile expansion. not expansion, refill. Are you serious? Yeah. What? I don't know why. That's I don't so know weird. Why it does that, but it does. Okay, so same as in the light world, come into this room.はい、あ、すみません、ちょっと少しだけ席を離れておりました。失礼しました。あ、はい、大丈夫です。はい。で、あ、これ今回こういう風に入っていくよね。あ、今回ってこれが普通か？え、入れるのかな？あ、入れましたね。裏抜けからの、やることによって、このまま、キーキーパーのいる足場に降りることができます。Yeah, just afterwards, then we just break the game more. Okay. Yeah, kind of risky trick coming up here. I'm just gonna give you some quiet time. そんで、ホレイトの、全キーは取ることができたね。次は、普通のエリアのキーを取りに行くんだ。今。で、ここでもまた悪いことします。これ結構難しいですね。OK ですね。で、これでスパイダー、まだガーディアン戦う必要なく戦うことができます。通り抜けることができます。久々の。で、これ扉当たることによって、ちゃんとした座標戻ることができます。To land on out of bounds usually, so she'll just be stuck there and fall down just indefinitely and stop off the game. Yeah. And if Samus lands on a non-standable spot out of bounds, then Samus just floats there. Yeah. Forever. Reset. So that screw attack was awesome. It's really nice optimization. Get to this.途中からもう僕自身何やってるか全くわかん、実況何やってるかわかんなかった。あまりにも過程が吹っ飛びすぎてて。サックスさんでわからないなら何もわからないんですけど。なんかコメントがすごいことなってて。壁を抜けないメトロイドプライム2じゃなかった。コメントを返してってるから。ウェルカム、スピードランワールド。ここら辺もほとんど普通ですね。ほとんどが。なんかあったっけ、特別なやつは。We have a $100 donation from Elias Thompson, 41.
that says, hello there. Keep killing it on the third best Prime game, Claris. Ooh. Ooh. Them fighting words. And shout out to everyone. I mean, I assume everyone... the best is pinball. And... ここは、ここのもう一個奥の部屋に、奥の部屋の反対側の世界に、キーがあるのを取りに行きます。もう本当、ここら辺は一人普通なんかな？まあ、あとはもう本当にあの、走ってるだけなんで。今あれですね、あのワールドレコードの方は、クラリスさんじゃなくなってますね。そうですね、クラリスさんが現在2位でいいのか。あ、取れなかった。そうですね。1時間10分39秒で、1位も9分32秒高なんで、ほとんど誤差ですけど。あはは、マジか。弾かれた。オブジェクトは味方ですけど、たまにこういう感じ敵になることは。ああ。Those of you that didn't know, bonking is the most important mechanic in Echoes. Do you have a few more donations? We do. We have a $5 donation from Andrew McCauley. And we also have an anonymous $250 donation that says GDQ hoi. Hoi. We also have a $25 donation from the Lady Saxy.That says, finally here in person with my son to watch one of his favorite games. Thanks, SGDQ, for helping me make a priceless memory with my son. あ、そうか、これで。これで。Alright, I'm gonna make a confession. Echoes used to be my third favorite game. But I've seen... もう片一歩の、やつを取ったら、サムスのスターシップあたりまで、サムスのスターシップ側の、方向にまた行きます。あともう一個で、もう二個ですね。ていうか、まだこの、これメトロイドプライムって、ていうかメトロイドって名前ついてメトロイド出てきてませんよね。ま、見てないですよね、みんな。よくよく考えたらまだ見てないですよね、みんな、皆さん。よくよく考えたら見てないですよね。メトロイド見てないですよね、確かに。見ましたっけ？なんか、ダメージ受けないよって言ってた壁のところでぐるぐるしてたあいつはメトロイドとは違うんですよね。なんか似てたけど。壁のと、あ、壁ってか、通路でなんかビーム出しながら回ってるあいつはメトロイド。あ、ビーム出すに、あ、ビーム出すに違いません。あ、メトロイド、貴重なメトロイドなんで、皆さん分かんない。出てきましたね。メトロイドにメトロイドいる。ここ唯一ここだけですね、メトロイド。出てくる今回。しっかりと見ておかないと。なお、ターロン、なんていうんですか、通常のみんながよく知ってるような形のメトロイドはこのゲーム一切出てこないみたいですね。一切。I guess it's kind of interesting how even though we got like, Claris got light suit early, it's still one of the like last Skyrim. めっちゃコメント欄がメトロイドのゼルダの伝説で見たもん。Oh hey, that's Dragon found a name for that ink. で、ここちょっと見てるとわかるんですけど、細かいこの、なんかつぶつぶしたやつが出てくるんですけど、こいつがめちゃくちゃ強くて、サムスにライトスーツをゲットしない状態で触れてしまうと、超スピードでダメージが入ります。I might be, but no, I'm not DF. Alright, so. Does Jigglypuff have DF? Are you DF? No. Okay. No DF. Right, that's the best I can do. I'll ask you later, see if you're. It's okay. というわけで、メトロイドの出番、終わりです。前作はね、メトロイドプライムだったら、ラスボス戦でもメトロイド出てきましたけど、今回はもう終わりです。悲しい。ガバガバな壁作るのが悪い。確かに。
Link has been looking for that Sky Temple key for a while. Could we please have it? No. 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 After Samus is done. Still no. 特に貴重でもないメトロイドの定番が。We can give it to Link, but what's the price he's going to give us? Yeah, that's a very important question. What's the rupee to Metroid currency conversion? I don't know what the Metroid currency is. Nor do I. このまま、奥の部屋まで行ってダークエテルに向かいます。What is it? Copies of Federation Force? もうラスボスですね、もうここからは。もう。確かもう壁抜け出てこなかったと思うんだけど。もう壁抜けじゃ終わりだったはずですね。ここから確かまだもう普通のランと一緒だった。Well, we have a $200 donation from Business Justin that has no comment. じゃあ、ここから普通ということは、ラスボスとの熱い戦いが見れるんですかね。楽しみ。見れるかもしれないですね。楽しみですね。いや、楽しみですね。A $50 donation from Pado that says, since it's my birthday today, I thought I might as well give something. いや、それ普通に走られても困る。確かに。Keep it up. Greetings from Germany. Happy birthday. Happy birthday. I don't know what I just heard in the crowd.Probably involves more Federation Force. No. このまま、大空聖堂へ向かいます。闇の大空聖堂向かいます。ここちなみにカットシーンカットされたんですけど、一気に鍵が10個カチャってはまる様はめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。So for those of you that were tired of the lack of out of bounds or otherwise breaking open the game, Don't worry. It won't happen anymore. This run is finally legitimate. It's been. It took 30 seconds to be illegitimate. スクリューアタックが他に必要な理由として、このラスボス登るときにこのキッククライムウォールがあるからなんですよね。これがない。あー、早すぎた。あ、やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。Not quite. So coming up is the kind of final boss, but not like climactic boss. It's penultimate battle. That's cool. Yeah. So this Emperor Ring has three phases. でこの触手は、ライトビームだったら通常攻撃一発なんで、これでガンガン落としていきます。Emperor Ring has a vuln like a core that you have to hit. I forgot to get this. あ、ミサイルがない。スーパーミサイル用のミサイルがない。本当はこれワンターン倒せたんですけど、補充を忘れてたんで。生きてる。Okay, I was sure that would be enough. Oh well. And there we go. Oh, so still kind of fast. Yeah. So phase two, it's a cocoon. ね、これは第二形態ですね。この状態で、ここの排気口が出てくる触手を、ボムで壊します。もちろんパワーボムも有効です。Parts of the game where spider ball is actually really useful. Yeah. で、パワーボム判定広いんで、こういう風に3つだけで1個だけます。はい、というわけで、ラスボスは終わりです。お疲れ様でした。
もうちょっとかかりそうですかね。Empering is not cooperating right now. I didn't know he was a platform. Alright, so yeah, Screw Attack just does a bunch of damage to it. It's like, it's either 28 or 36 per frame. It's a lot. A lot.終わりです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでこのまま、ダークエーテルを脱出します。あ、確かに、まだダークアーゴンとダークトーバスにエネルギーが残ってますけど、でかいエネルギー取られたから、もうここは崩壊するしかないですね。確かに。じゃあダークサムス戦に入ります。ダークサムスさん強そう。さあ次、今回はパワーボムで1回で眠らされたから、パワーボムで眠らされてるから今回は活躍できますかね。スクラタクです。ダメージ通ってますね。で、ミサイルを撃つことによって、サムスに、ダークサムスに、あれさせます。フェイズオンフィールドを誘発させます。で、座標を固定させて、そこにスクレアタックやります。ダメージ出します。その、アトラスと一発で、一発のスクリューで死にます。終わりです。いや、ダークサムスは強敵でしたね。いや、強敵でしたね。というわけで、ダークエゴス無事に、完走です。いや、この、プライムワンツー、ラン、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい。ありがとうございました。2作品続けての解説どうもありがとうございました。あ、いえ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 。ちなみに、あと補足ですけど、クラリスさん、実はプライム3も走ってます。プライム3、だいぶ、プライム3は、に関して、もうかなりぶっ壊れ感がいいので、ぜひぜひ皆さんも、彼女の、ランを見ていただけたらと思います。マジでぶっ壊れてます。big impact there. I guess they've been really instrumental with a lot of the really good remasters that have come out too. いや本当に詳しい解説ありがとうございました。いや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 。99割ぐらいよく分かんなかったんで、ちょっと説明の説明が必要ではっていう感じでは若干。確かに確かに確かに。Even with Echoes being so broken as it is, like I 100%. ありがとうございました皆さん、本当にこの解説によって少しでもメトロイドプライムのスピードラン楽しんでいただけたら僕はもう幸いですので。ああ、いや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 。に壊れ続ける。説明の説明だと。解説と。すいません。じゃあ、僕、はい、抜けますので、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。はい、どうも大変分かりやすかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、マックススタジオさんでした。どうもどうも。ではでは。はい、ありがとうございました。では次のゲームへの切り替えのためのちょっと準備を行いますので、しばし失礼いたします。